パパスです。今日は DA64V エブリさんの車両紹介をしていきたいと思います。エブリバンだ。エブリバン。え、いつもうちのとは違うんだ。これあれや、あの紹介やなくて売りますね。売りますよ、それ売りますですね、うんうん、これは車両販売の車両になります。そうそうそう。とりあえず前のこのちょっとまあへこみとか、はい、紹介して、傷とか傷512でもこれ消えると思うよ、すぐ、うん、こことここはかんない、うん、ここにはヘッドライトちょっとかすってんのと、バンパーちょっとこういう感じかな、多分。何、あ、ノリ、フンかなんか、手当てで触ったよ、やっちまってよ、まあ、こっちもちょっとかすり傷ありますね、うん、でこっち行きましょうか。これは多分あれかな、ワックスやな、ワックスですね、うん、でまあこの辺の、ね、まあ看板シール看板やな。そうですね、まあ、ちょっと後で磨いてな。はい、やりたいと思いますが、まあ、見えへんようにできるだけ、 ね、ちょっとこっくんところもガリ傷のはもう、まあ、ね、まあその辺はまあバンで言うたらかんわ。そうですね、で後ろか、うん、後ろはやっぱりあれやな、荷物乗せたりなんやしますしね、うん、それはもうこの辺もしゃあないよな、うん、な、まあ、看板ステッカーの方と、はい、うん、これ、うん、下と、うん、まあ、タイヤは綺麗ですね、うん、トラックいいよ、うん、でこれが、まあ、内容を言っていくと、うん、5速ミッションなんですよね。5速ミッションね、はい、そうなんです。まあ、な中行く、中の、まあ中はもうしゃあないな、この辺ちょっと。そうですね、ついてるとか、うん、でこれがミーで、俺気づいてんけどカップホルダーがちょっと、あ、割れてるわ、ほんまや、だからちょっと締まりが締まれへんって感じ。まあ、この辺はもうしゃあないな。そうですね、これはこんなんは車中つけたまんま行くの、うんうん、このまんまね、で、倍増ですね、倍増きれい、まあなんかタバコ汚れとかはあるわな。それはしゃあないな、あ、でも割れ、うん、こんなんも割れないし、で、エンジンかけようか。クラッチ。クラッチを踏んで。ここや。うん、こんな感じです。で、これ、そうか。うん、言っていい、まあ、これぐらい。とりあえず、まあ、クーラーも、コンプレッサーとりあえず。はい、回してみます。な、カチッと。まあ、今、うん。ガスは入ってるし。はい、オーディオはちょっとまあサービス品でつけますね、うん、こんな感じですかね。で、まあ、はい、まあ、手巻きな、またくるくるで、はい、で切りましょう、後ろ、はい、あ、まあスライドとは全然問題なく動きますね、まあ、うん、何やこれ、うん、ゴミだな、うん、であとは、ね、うん、これが倒して、うん、倒してで、あ、したい、それがおいしょ、くるっと前まで行って、こいつが外れ、はい、こうなるか、うん、こんな感じね、こんな感じです。ここが破けてるから、うん、こっちは、うん、まあちょいちょい、うん、まあ、あのこことかがちょっと破けてるのと、うん、ここに引いてくれてるから下は綺麗、うん、超綺麗です、うん、これちょうどいいやん、このフィルムとか貼るやつもらっとこう。もらっとこう。社長、これはゴーグルあるけど。それな。ジャッキがないな。ジャッキがないわ。あとこっちの後ろのエアコンですね。うん、ちょっと。それ後ろから行こうか。ね、後ろから行こうか。お、うん。ダンパーも元気。うん。さっき言ってたのがここですね、うん、ちょっと割れてしまってるのが、まあ、汚れとか、そうですね、うん、これで、これはい、キャップがあるけど、キャップがないよ、うん、まあ、こんな感じです、まあ、こういう感じ、縁とかね、はい、うん、まあ、仕事やればいいんじゃないかな、うん、って感じかな、まあ、うん、仕事の安もんやったらちょうどいいぐらいかな、で、まあ、中身を言っていきますと、うん、シート、シートだな、うん、よいしょ、はい、こんな感じです、うん、で、まあ、このシートもちょっと破け、あ、まあ、これは、
このナイロンシートの定番やな。はい。でエンジンは、yes. ちょっと前にリビルトエンジンに、はい、積み替えてね、乗せ替えております。なんかまあ1万5000円ぐらいかな、走ってるの。そっち側はちょっと、まあ助手席のシートもちょっとひび割れ気味だ。おっ、なんかね、でこんな感じですかね、うん、まあまあ、乗せ替えてるから、まあエンジンはいけると思うわ、全然、うん、強い、うん、強い子ですわ。よいしょ、うん、あとまあ汚れはもうしゃあないね。そうですね、うん、お仕事車には最適じゃないの、うん、なってしまうけども。で、ボンネットが、はい、これ、開けれんの？え？開けれんの？頑張る。いいや。これは割れなしですね。まあ、水入って、ブレーキオイル回って、ロシア液は半分ぐらいかな。はい。サブタ、あ、これか。サブタペね。サブタペね。まあこんな感じですね。うん、まあ別に汚くはないな。うん。まあちょっと一回電気回りしようか、うん、エンジンかけて、まあタイヤも前後、こんな感じで、まあでも最近これ変えて、タイヤ、もう後ろはもうパンパンやな、はい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 、ホーンとかワイパーとかいける？さきちゃんのジーノと比べたら全然ちゃうな。はいはいはい、これウインカーやった？はいはい、ハイマウント一回ブレーキ OK。 まあでもあ、ここもちょっとシートあれやな、今さきちゃんの重みで、重みで重みでがちゃうやな、多分違う、多分ね、あとはまあ後軸の調整もあって、あでも、それは、あ、小物入れやな、うん、小物入れ、グローブも全然生きてるね、それエアバッグや、だから両方エアバッグやな、すごい、うん、まあミラーはカラーちゃうのと、はい、どれぐらいかな、そんなんかな、いいんじゃない、綺麗ですよ、屋根とかちょっとへこんでないか見ようか、いや、ここ後ろがちょっとへこみあり、へこんでるように見えたな、へこん、あ、そうやな、この際がちょうど、はい、ゲートのこのハイマウントのちょうど上ぐらいの、ちょっとメラメラいう感じと、まあそのあたたとかさ、ちょっと錆びかけてるかな、あね、うん、まあ、まあ、まあぼちぼちかな、うんうんうん、ボッコとかはないってことですね、うん、ボッコじゃないな、そういうかめっちゃ綺麗に磨いてはったんですよね、あ、ワックスは、うん、かけとったな、めっちゃ綺麗やもん、うん、すごいです、まあこんな感じですかね、J64V エブリバーンですね、5速ミッションのエンジンリビルト世界してる分です、うん、まあ現状私やで、現状私、まあ、でもうこのまんまですね、もしまああれやったら電話くれたら見に来てもらっても全然大丈夫、あー、サギちゃん車検行かれへんな、行かれへん、サギちゃんミッション慣れませんな、フラッツ連れてまうわ
ガリガリ言わせやばいよそれは。まあこんな感じですね。で気になるお値段なんですけど、まあまあ言うて20万よう相談20万言うことは高いことやな。だからまあちょっと負けてあげるっていうな、うん、それはまあ希望価格ちょっと言うてくれたらな。はい、そうですね、うん、結構売れてるからな YouTube から、うんうんうん、な紹介したやつも、ねうんうん、結構売れてますね、うん、なんでパパセで検索していただいて、まあ、電話くれたらね、はい、社長につながりますので、うん、皆さんご相談お待ちしておりますまあこんな感じで今日は車両の販売紹介してきました。皆さんよかったらいいねとチャンネル登録お願いします。あとお電話もお待ちしております他の動画を見てね。バイバーイ。